長です。社長社長社長です。誰が社長を止めるかな。にしても最近暇だな。そうですね。ああ暇すぎる理由が分かったんだよ。何すか。俺が最強だから。退屈なんだよ。ごもっともです。ああうわごもっとも。刺激あることがねえんだよ。やっぱこんだけ強いと。社長クラスになるとそうだよな。ああ誰か殴りてえの。あ誰が来た。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。座ってください。すいません。頼みだろうかよ。あれ見つかったか。あれっすか、最近ちょっとはっちゃけてそうな強そうなやつでしょ。ああ、そうそうそう。まあ暇だからよ。自分バチッと調べてきたに決まってる。マジで？僕がどれだけ工事員開いて探したかもたまんないっすよ、マジ。工事員。ちょっと調べたら、まあなんかそこそこ強そうだなって。うん、朝倉みくるみたいなやつなんですけど。なんだその名前。朝倉くるみ？ほぼくるみ。朝倉ミルクボーイ？何その名前？ウケるんだけど。でしょ？めちゃくちゃ強いらしいんですよ。なんか地下格とかでももう全然負けてなくて。もうなんか最近とかだったら片手で富士山壊しちゃって。ポーン殴ります。富士山ドーン崩れます。ま、でも俺よりかは強くないよな。さあ大変だ。さあ大変だ。俺に勝てるやつだって誰もいねえよ。じゃあその朝倉くるみだかみくるだかわかんねえけど喧嘩打っちゃおうかな。いやでもそういえば昨日から俺調べてみたんですけど朝倉みくるって結構強いらしいですよ。社長大丈夫ですかね。あお舐めてんの。お前よ社長つったらよ筋肉マンとスーパーサイヤ人足してよゴジラで割ったようなやつじゃねえかよ。お前そんなよ朝倉なんとかなんとかボーイみたいなやつがよ勝てる相手だと思ってんのかよ。すいません舐めてんのかよ。すいませんでした。焼きそばパン買ってこいつっただろうが言ってこいよお前よ。実際のとこどうなんすか。無理無理社長なんかよお前あんなチンカスがよ勝てるわけねえよ。天下無双の朝倉みくる様だぜ相手。いや間違いない。あれ見え張ってるだけで多分この世の中の誰よりも弱いっすよ。カナ君の方がよっぽど強いよな。いやでもさ社長さおだてたらさ飯とかおごってくれんじゃん。間違いない。今回もさちょっと普段の癖でさケロッチョみたいな言っちゃったわけよ。あバカだから完全に信じ込んでるよ。愚か死んじゃう。ナイス買ってきました。おせんぞお前。すいません。うわっうわっ、お疲れちゃーん。お疲れちゃーん。お疲れちゃーん。何か聞いてましたか。いや、ここで寝てた。今起きたところ。いや、社長だったら絶対勝てるかなっていう話してたんですよ。ああ、昨日のやつな。そうだね。あ、そのミクルだっけ。はいはい、はい、あいつに DM 送っちゃった。マジですか。さすが早い。そしたら、ビビって返事来ねえんだ。このまま返事が来なかったら不戦勝ってことでいいよな。そうっすよ。でも返事が来ても俺にボコられるからどの道俺の勝ちだ。そうっす。僕思ったんですけど、うん、社長息臭くないですか。ああもうあれはそういう生き物やけんしょうがないよ。鼻呼吸でも臭い。わかる。皮膚呼吸でも臭いもんな。あんなバカのさ、下についてるの恥ずかしくね。しかもあいつバカだからよ。DM 本当に送ったらしいぞ。マジで送ってましたよ、ね。マジで帰ってきてなくてありがてえけど、これ帰ってきたら終わりだからな。もう本当に、あいつは生きて帰れんし、俺らだってやべえよ、普通に。おー、何の話してんの。社長、ナイス。おいっす。いたんすか。今俺の話してた。あ、社長の話とか、いや、もう本当めっちゃかっこよくて、本当。今起きたところ。社長がかっこいいなって話は。あ、本当に。よかった、よかった。絶対勝てるみたいな話だよな。ちょっとください。あ、昨日の話の続きなんだけど。はい。DM 帰ってきちゃった。おー、マジか。おめでとうございます。DM 返す勇気あったんだ、世界で。しかも、そのまんま電話番号もゲットしちゃった。マジっすか。マジっすか。よし、じゃあ電話して喧嘩売っちゃおうかな。ですよね。格闘家で逃げたらもう恥だよな。俺みたいな強いやつからの連絡でもちゃんと受けて答えないとダメだよな。売ってあげてるんすもんね。そうそう、すげえな、やっぱ社長は。すげえな。もしもし。あ、もしもし、みくるくん。はい。こんにちは。突然なんだけどさ、着信ありっていう映画見たことある。この電話、それ、死の着信。なんか、喧嘩強いらしいじゃん。ああ、どのくらい強いのか、ちょっとお兄さんに教えてよ。一週間後空いてる？ああ、じゃあ一週間後会おうか。ああ、じゃあねー。やったじゃないですか。完全にビビってたよ。ビビってました。めちゃくちゃビビってた。いやー、もう一週間後が楽しみだな。おい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 。朝倉ミルク。
黒ブラシか。ともこ冗談通じないんだよ。ちなみにルール話します。ぷよぷよとか。スマブラとか一緒にスマブラとか一応大乱闘だし。ギリギリ勝ち取る。柴田とやったじゃないですか。ああ、はい、柴田愛は絶対強いですよ、僕。柴田愛は絶対強いですよ、僕。柴田愛が強い。あいつ25秒だったじゃないですか。うん、25秒なんかじゃ倒れないです。死んでも倒れないです。死んだら倒れない。柴田25秒ならもう倍の50秒。いや、倍は絶対に無理。30秒持ったら引き分けにしてください。その回30秒はもう本気で投げられても大丈夫なんで。あ、マジっすか。本気とかで殴られたら頭蓋骨爆発するっすよ。爆発する。医学的にそんなことある。いいっすかそれ。あ、いいっすね。では30秒耐えたらツイッターに朝倉未来君と引き分けてください。マジで勝つ。未来君がいろんな選手に勝つじゃないですか。事実上僕そもそも乗れるじゃん。うわ、倒れたらもう終わり。倒れないっすよ。倒れたら殴っていいっすか。ごめんな。倒れたら終わりにしますか。倒れないっすよ。倒れない。絶対倒れない。で倒れた後はもう好きになさってもらって大丈夫ですって。一回試しに、試しに、ちょ、試し、ちょ、カメラ回っとく。びっくりした。殴られそうするかと思った。うわ、これで投げられたらマジすごい。脳揺れるね。ああ、すごい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 。しかも特に脳みそみんなスカスカやけ。めっちゃ揺れるよ。肉のカーテン。30秒ぐらいは、まあ、柴田よりは強いし。結構ある、結構ありますね。結構あるっす。よく考えたら柴田は一気に25秒死ぬなよ。死ぬなよ。マジか。準備できたら教えてください。あ、ほんとだよ。いっちゃいました。じゃあいきますよ、ラウンド1。ファイヤー。さよなら。本当に引き分けでいいっすか。